さてと出発しますよ。外の気温何度かな、ご覧になれますか。マイナス7度ですね。冷え込みました。それでは出発します。こんにちは、バンザブローです。今日は1月21日金曜日、今時刻は午前6時35分を過ぎました。空が明るくなってきました札幌です。今日の日の出の時刻は7時1分だったかな。もう少しで6時台ですね。さて、通常であれば7時10分過ぎに家を出て十分に間に合う通勤ですが、6時30分家を出ています。先週動画出して、災害レベルだっていう動画出して大変な反響を得て嬉しく思っています。ということで、今日はその後札幌市内どういう風になったか、今右側わかるかな、除雪排雪してますね。除雪だけか、削ってますね。排雪はしてないです、除雪だけです。1週間経って札幌市内どんな風に変化したか、レポートできたらいいなと思っています。ご覧のようにこの広い幹線道路、通常であれば夏場3車線片側3車線の道路なんですが、アスファルト一部出てますね。うっすら、朝方雪降ったんで雪が積もっていますが、走りやすい路面です。ただ、どうしてもこれ通常であれば3車線の片側3車線の道路が2車線になっているので、この先また渋滞すると思います。仕方ないんですよね。もともと3車線で作られているってことは、それだけの交通量がある道なのに、それ を2車線で走れっていうんだから、どっかで渋滞が発生するのは仕方ないんじゃないかなと思います。で、道路左側の雪山ご覧になれると思いますが、全く排雪はされてないんですね。除雪はご覧の通り削って、一応なんていうんですか、垂直な部分があると思うんですけど、削ってる感じですね。削ってるけどまた雪が降ったんで、そこに雪が積もってるような感じですかね。大きな幹線道路はだいぶ除雪が進んだのかな。ただね、どうしても幹線道路以外の中小路だとか市街地ですね、住宅街の道路は全くと言っていいほど排雪はされてません。除雪はされてるんですけど排雪がされてないんで、なんていうんですかね、すり鉢状の道路になっちゃってるんですよね。よいしょ。一つ中小路に入るとこんな感じですね。俗に言うソロバン道路、ガッタガタのデコボコですね。でよく見るのがあれですね、車の部品よく落ちてますね。バンパーかな、エアロパーツっていうのかな、そういうものがデコボコで外れて、かかってしまうんでしょうね。ここの道路はバス経路なんで
除雪は結構行き届いてますね。それでも除雪してるだけですね。排雪は全くされてないです。先週は今の信号を渡ったところ何個待ったかな、信号3回は待ったかな。1回で行けるようになりましたね。だいぶ渋滞解消されてるようですが、まだまだですね。この先どうなるか。この左右の雪山の高さ分かりますか？もうあの道路標識ほとんど見えないですね。あの電柱についてるやつは見えてないですね。前の車の車高とか見てもらえば分かると思うんですけど、分かりますかね。ただ削っただけですね。排泄はしてないです。この辺も全く排泄はされてないですね。この先もうちょっと行くと、スクールゾーンになるんで、中学校があるのかな、スクールゾーンがあるんで、そこは排泄されかされてるかどうか確認してみたいと思います。実はあの小学校、札幌市内の小学校ですね、19日だったっけから始まったんですよね、3学期が。北海道の小学校は冬休みが長いんで、その分夏休み短いんですけど、始まるのが遅くて19日今週から始まったんで、学校が始まるまでにはなんとかスクールゾーンの、交通量が多い場所のスクールゾーンの排泄は終わらせるっていうことを市長さん言ってたんですけど、間に合わなかったようですね。今日の新聞とかを見ると22日までにはって言ってたんで、明日までには終わらせるみたいな言い方に変わりましたね。さてもう少し行くと左手に中学校が見えてくるんですけど、まあ、いわゆるスクールゾーン、どうですかね、排泄されてますかね。はい、ご覧の通り全く排泄されてません。除雪だけですね。ここも危ない横断歩道なんですけど、まあ、まだ通学時間じゃないんで大丈夫だと思うんですけど、一応徐行しました。はい、ここも左手中学校ですが、ご覧ください、排泄全くされてませんね。通常であれば片側1車線の道、もう 1.5 車線、あ、車譲ってくれてますね、ありがとうございます、ありがとうございます。それと今朝の7時の札幌の中心部、時計台っていう字がちょっと見えるかどうか分かんないんですけど、の付近の本当の中心部を中心にした道路の渋滞状態を写真に撮ります。黄色はやや流れが悪くなっているところ、赤は渋滞ですね。まだ朝7時の段階でこんな感じです。
こもすごいんですよね。本当もう何車線の道路だろう。右側に今人いるの分かりますか。右側に今人いるの分かりますか。右側に今人いるの分かりますか。見えないですよね。この人さっき赤信号突っ切ってきましたね。完全に、黄色で止まれなくて行ったじゃなくて赤信号だったのを突っ込んできましたね。まあ、あの北海道で運転される方、まあ、今こんな時期ですので来て慣れてなくて運転するって方いないと思いますけど、青信号になったからといって走り出すと危ないです。本当赤信号を無視して突っ込んでくる人たくさんいますから、青信号になっても一旦ちょっと様子見てじんわり様子見ながら発進しないと危険です。3カ所目のまた右手中学校かな、中学校のスクールゾーンになります。果たして排泄されてるのでしょうか。どうですか。あ、右手少し削ってるかな。でもこの通りは全くですね、全く排泄されてません。で、例えばこの GoPro がもう手ぶれが優秀、補正が優秀なんであんまり揺れてないような感じがするかもしれないんですが、声の感じで汲み取っていただけるでしょうか。買った方でなんか私の車どっか部品内装かなんかの内張りの中っていうのかな、なんか外れたかなんかしてるみたいですごいカタカタ言うんですよね。で、積んでるなんか荷物がなんか揺れてるのかなと思ってどうも荷物じゃないみたいなんですよね。構造的な部品っていうのかな、なんていうんですか。おい、がなんか部品が外れてるみたいな感じです。札幌市内の渋滞すごいことになってるんだけど、危ない。今見ましたか、前の車の挙動。あんなの対向車いたら絶対事故ってましたね。今対向車がスピード落としてきてくれたんで、進行してきてくれたんで大丈夫だったんですけど、ガソリンがめちゃくちゃ高くて昨日会員価格で163円でしたね。もう少しで170円になるらしいんですが、170円になるとなんか政府が対応してくれるんですか、なんかよくわかんないんですけど、とんでもない価格ですね。さらにこの渋滞流れの悪さで、通常の冬で去年の冬であればリッター12から13ぐらい走ってたんですけど、今年は平均リッター10ですね。今もう 10.7 かな、リッター 10.7 キロになりましたね。いやー、ほんと泣き面に蜂ですよね。ガソリン価格は高いわ、燃費は悪いわ、走れないわ。これよく舌噛まないで喋ってるなって自分で思います。で、そんな中でちょっと最近幸せなことが一つだけ、通常であれば6時半過ぎにご飯朝食ですね食べてから会社出るんですが、もう今6時半に家出るんで朝食食べられないんで、なんか車の中で食べられるものってことでおにぎりを作ってもらうことになったんですけど、どうしてもおにぎり1個の大きいおにぎりって片手で持って食べるのにちょっと今この冬道だと運転しながらは非常にきついんですよね。このハンドル操作とかいろいろ
大変なんで、両手どうしても塞がってしまうんで、おにぎりを、なんとか簡単に食べれる、簡単にっていうか楽に食べれる方法ないかってことを提案したら、お嫁さんがこんな小さい一口おにぎりを作ってくれるようになりました。ありがとうございます。これだと一口パクッと口に入れて運転しながら食べられるんで非常に楽です。すいません、エネルギー補給のために飴を口に入れてしまいました。何も考えず、収録のことを考えずに飴を入れてしまって、なんかお聞き苦しい声になってると思いますが、ご了承ください。さて最後、この通りなんですけど、これまっすぐ行くと、道央自動車道の高速道路入り口になるんですよね。で今、前にバス映ってますよね。バス、これ高速バスで、このまままっすぐ行くと思うんですが、この道ほんと混むんですよね。でそれでなくても交通量多いんですが、ご覧になりますか、もう全く 1.5 車線、片側通常であれば2車線の道なんですが、全く動かないですね。ということで私はこれまっすぐ、普段はまっすぐ行くんですが、右折させていただいて別の道で行かさせていただきます。行かさせていただくっていうのも北海道弁かな。ということで、気の毒なぐらいの渋滞が始まってきましたね。だいたい7時半ぐらいから8時までは通勤時間なんで、かなり渋滞してます。それで一つだけお願いあるんですけど、犬の散歩されてる方、ちょっと時間ずらしてくれないかなと思うんですよね。わかりますよ、犬の散歩って大事なんで、散歩させたい、時間決めて散歩させたい。でも散歩のためにね、押しボタン式の横断歩道を押して、交通がそこで、まあまあ当然止まりますよね、当たり前のように、止まるんですけど、それで渋滞を招いてるって、ちょっと気がついてほしいなと思うんですけど、ちょっとその朝のこの渋滞のひどい時に押しボタンを押してしまって交通が遮断されて渋滞を招いてるってことを、ちょっとだけでもいいから頭に入れて、散歩の時間ずらしてもらえないかなと思うんですけど、どうでしょうか。ということで、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録が私の動画を作る励みになります。あ、ここ4カ所目だったっけの中学校ですが、全く排泄はされてないですね。また評価コメント等いただけると嬉しいです。以上、バンザボロでした。また何かあれば動画にしてみたいと思います。では、したっけね。すっごい雪降ってます。10分前に、除雪が終わって、さて帰るかと思って車見たらこんなでした。10分ですよ10分、10分でこんだけ雪降りました。今日はもういいわ、やめた、きりないっす。それでも2時間ぐらい除雪したかな。でラジオ聞きながらやってたんですけど、いや JR もまたすごい乱れてるらしいですね。ポイントの切り替えができなくなったとかで大変なことになってみたいです。また月曜日から通勤どうなることか。札幌市さん、除雪排雪よろしくお願いします。もう雪うんざり。GoPro のバッテリーがなくなりそうです。
もうすでに1時間運転時間25分、さすがにバッテリーなくなります。